こんにちは。歴ショックです。今回は、北条義時死後に起きた政変、伊賀氏の変について、その実態を詳しく紹介します。伊賀氏の変は、義時死後に義時の妻、伊賀の方が息子の北条政村を執権に、娘婿の一条実政を将軍にしようと画策した事件とされています。義時死後の混乱の中で起きたこの事件は、毒殺も噂される義時の死も相まって謎に包まれており、伊賀の方を排除したい北条政子の陰謀だったとする説もあるほどです。ですが、義時の生前から三浦義村と義時は三虎こと九条頼経をめぐって主導権争いを展開しており、伊賀氏の変は義時の死を契機に三浦、伊賀両氏が北条政村を担ぎ上げ、幕府の主導権を握ろうとした陰謀であったと言えます。今回は、承久の乱の後に起きていた、三虎をめぐる北条、三浦の駆け引き。義時死後、三浦氏、伊賀氏の野望を、北条泰時、北条政子はどのように打破していったのか紹介します。北条、三浦は開戦寸前だった。三虎をめぐる、義時、義村の争い。承久の乱で、幕府は後鳥羽上皇を打ち破り、鎌倉は安定したかに見えましたが、幕府の名目上のトップ、三虎の扱いが新たな対立の火種になっていました。直に元服して将軍となる三虎を一番近くで支えている者こそが幕府のトップとなるため、三虎がどこにいるかが幕府内の一番の関心事項だったのです。当時の三虎は北条義時の邸宅内の屋敷に居住していたものの、そこには北条政子も同居しており、義時の邸宅にいながらも、政子が三虎を手中にしているという状態でした。そこに、義時邸では手狭なので、大倉御所内の西側に新たに屋敷を新設し、そこに三虎を移そうという話が持ち上がり、義時、三浦義村ら、宿老たちの会議で議論されます。問題だったのは、御所の西側には通りを挟んで三浦義村の屋敷があったことです。義村の屋敷の隣には北条泰時の屋敷があり、仮に三虎が御所に移れば、三虎の身は義村、泰時の二人が守っている格好になり、義時一人が三虎を保持する優位な状況が崩れてしまいます。義村は、三虎の父、九条道家や朝廷のトップ、西園寺金常と深く結びついており、三虎を手中に収めれば、北条氏をしのぐ力を手に入れることができる危険な存在でした。この移転計画は、義村の提案だったとされていますが、義時の邸宅が手狭だったのは事実で、義時も公然と反対はできませんでした。ここで義時は、義村と真っ向から対立するのを避けながら移転計画を潰すために、陰陽師の占いを活用します。義時は、この移転計画が審議された日から、2回にわたって移転計画を占ってもらい、さらに京都にまで占いに行かせ、最終的に結果が良くないとして移転計画を先延ばしにしました。この移転計画をめぐる北条、三浦の水面下の争いの結果は、義時邸にいた北条政子が別のところに移った上で義時邸を改築するという、政子を追い出すことで屋敷の広さを確保する案に落ち着きます。これにより、義時は今まで通り三虎を自邸で預かることができる上、政子の影響力を減らし、自分が政治の主導権を握れることになります。義村としても、尼将軍であり、公然と反抗はできない政子がいなくなれば、敵を義時だけに絞ることができるため、これに賛同したというところでしょう。このように、義時の死の前年には、義時は権力拡大を狙い、政子は義時によって三虎の元を追い出され、政治権力を少し失った形となっていたのです。もっとも、義時邸の改築計画も、義時は陰陽師の占いを理由に先延ばしにし続け、そのうちに義時が亡くなり立ち消えとなり、ただ政子を追い出しただけの計画となっていました。主導権争いを続けていた義時と義村でしたが、争いはないことを主張するかのように、この時期には義村が義時を自邸に招き、共謀するということが頻繁に行われています。移転問題が起こる前年の1222年から、義村は三浦氏の本拠地、三浦半島や、現在の平塚市周辺にあった三浦氏の館に義時を招き、移転問題が紛糾していた1223年10月にも、義時は三浦館で2泊しているのが確認できます。
義時は義村の嫡男三浦康村を養子にするなど、北条、三浦両氏は協力関係にあることを露骨にアピールしていましたが、義時と義村は三寅以外に駿河の国をめぐっても対立していました。駿河の国は元は北条時政が10年近く守護を務め、北条泰時も実朝時代までは国司を務めるなど北条氏のものと言っていい国でした。しかし三寅が実朝の後継となると、三寅の父九条道家と深い関係にある義村が道家の後援もあり、泰時に代わって国司の地位を得ています。その駿河国司の地位が1223年4月に三寅の近従筆頭を務める義時の子北条重時に交代させられており、義村にとっては北条氏に駿河を奪われた格好になっていました。義時は駿河の国の三浦氏の影響力の切り崩しを狙ったのか、駿河一の神社富士浅間大社の建て替えを自ら行うなど、駿河の国での北条氏の権益拡大を狙っていました。しかしこの富士浅間大社は翌年の1224年3月に不審火で焼失しており、その一月前には義村が駿河の国の手前伊豆を訪れるという出来事も起きています。義村が北条氏の駿河の国支配に抵抗したのかは定かではありませんが、北条三浦の対立の火種がくすぶる中、義時は突然の死を迎えることとなるのです。泰時が棄戦を制し義村の動きを封じる。伊賀氏の変の展開。北条義時は死の半年前1224年1月に義村との対立を念頭に置いていたのか、1週間連続で鶴岡八幡宮を参詣するという例年にない新年を過ごしています。さらに3月には100日間の祈祷を命じていますが、その最中の6月13日に突如として亡くなってしまいました。死因は脚気だったとされていますが、伊賀の方による毒殺、近従による暗殺なども囁かれており、その死は謎に包まれています。真相は不明ながらも、義時の突然の死は、利害の対立する三浦義村にとって好機になったことは確かです。義村は、万所執事を務める伊賀の方の兄、伊賀光宗ら伊賀一族と結び、義村自身が烏帽子親を務めた伊賀の方の子、北条政村を担ぎ上げたとされます。伊賀の方、伊賀一族にすれば、義時は最大かつ唯一の後援者であり、彼らが義時を暗殺する動機は考えにくいものの、義時がいなくなれば、泰時の下で立場が低下するのは明らかで、義村と結んだというところでしょう。一方、六波羅探題として京都にいた北条泰時は、13日に義時が亡くなると、4日後の17日未明には京都を出立し、鎌倉に向かっています。ですが、焦って出発した割には途中伊豆に立ち寄り、鎌倉についても北条時房らの到着を待って、出発から10日以上かかってようやく鎌倉に入っています。その間に泰時は家人に命じて鎌倉の自邸を修理し防御体制を整えているため、泰時はすでに三浦義村の陰謀を察知して情報収集、今後の対策に時間を使っていたと見ていいでしょう。この頃の鎌倉には、泰時が弟を討つために帰還したという噂が立っていますが、これも泰時が流した噂だと考えられます。三浦、伊賀両氏がどこまで話をしていたのか、陰謀があったかさえわかりませんが、泰時が棄戦を制したことで陰謀は公然の秘密となり、義村、伊賀氏は容易に動けなくなってしまいました。さらに泰時は、鎌倉に戻った翌日には、北条時房と共に政子の元を訪れ、時房と共に三寅の軍事ご貢献、執権となるよう命令を受け、義時の後継の地位を確保しています。これも本来ならば、後家である伊賀の方が義時の後継ぎを決め、遺産分与を行ってから、幕府の役職である執権の地位を受けるものであり、伊賀一族にとっては、泰時に打ち手を封じられていったようなものです。ですが、泰時の動きはここまでで、この後目立った動きはなく、執権就任から1週間近く経った7月5日に、伊賀氏が三浦義村の屋敷を訪れた際にも、報告を受けた泰時は何もしませんでした。この間に泰時は、御家人や北条一族の誰が、三浦、伊賀勢力に加担しているかを見定めていたと考えられます。この後も、異様な静寂が続きますが、7月17日についに北条政子が単身三浦義村の屋敷に乗り込み、事態は動きます。
政子は北条政村を担ぎ上げた陰謀を問いただし、吉村はしらばっくれるも政子に詰め寄られ、政村は関係ないが伊賀一族は陰謀を巡らせていたと白状します。このやりとりが実際にあったかは不明ですが、北条政村、三浦吉村は無罪とし、伊賀一族だけが謀反を企んだことにすることで、政子、泰時は吉村とは手打ちにしたのです。吉村が事実上降伏した後も2週間近くは動きはなく、翌うる7月1日になって吉村は小山朝政、結城朝光といった宿老たちと共に北条政子のもとに出頭しています。吉村はあくまでも無罪とされ、吉村を含めた宿老たちの会議で伊賀一族の処罰が決められていきました。伊賀氏の兵は吉村、伊賀氏の陰謀を尼将軍である政子が泰時、時房らと共に抑え込んだ紛れもない政争でした。ですが北条氏に次ぐ勢力を誇る三浦氏を潰すには力が足りず、三浦氏を取り込み伊賀一族だけを処罰することで北条氏の安定を図るという結末に落ち着いたのです。伊賀氏に罪を着せ北条氏内部の団結を図る。事件のその後、吉村が政子の元に出頭した2日後のうるう7月3日に伊賀一族の処罰が決定されます。その際には騒動は万所執事の伊賀光宗が伊賀の方と義時の娘婿で源氏の血もわずかに低くげ一条実政を将軍に立てようとしたクーデター計画だったとされました。本来は三虎のもと九条家と結びつく吉村が政村を執権に立て伊賀一族と共に政権を握るという計画だったものを伊賀一族だけに罪を着せた形になります。一条実政は朝廷に処分が一任され、最終的には越前の国に流罪になるという、将軍になろうとした割には軽い処分で済んでいます。また万所執事の伊賀光宗は信濃、伊賀の方は伊豆に流罪とされました。伊賀の方がどれだけ陰謀に関わっていたかは定かではなく、全く関係がなく北条政子に冤罪をかけられただけという可能性も十分あります。ですが伊賀の方は義時の御家であり、泰時を排除し政村を擁立する力を持っている以上、義時死後混乱する幕府を治めるために罪人とし御家としての力を奪う必要があったのです。処罰が告げられた場には北条泰時はおらず、政子の命を北条時房が代読する形で発表されており、恨みを買いかねない役目からあえて泰時は外されたという見方もできます。伊賀の方はこの処分の決定から2ヶ月近くが経った8月29日にようやく伊豆に送られますが、その年の暮れに危篤となり程なくして亡くなったとされます。伊賀の方がいなくなったことで9月5日にようやく泰時が中心となって義時の遺産配分が行われました。泰時はここでほとんどの領地を弟たちに分け与え、自分の取り分はほぼなかったとされますが、これは北条氏内部にも反泰時勢力が多かったことを意味しています。仮に泰時がほとんどの所領を持っていっては弟たちの不満がたまり第2、第3の伊賀氏の変に発展する可能性もあり、泰時は弟たちには北条一門として自分を支えてもらうべく相当な配慮をしなければならなかったのです。所領を多く分け与えられた者たちは泰時に感謝し、謙虚な泰時という美談が生まれ、弟たちに配慮しなければならないほど立場が不安定な泰時の弱みを隠す結果になりました。泰時にとって変わろうとした北条政村も日立の国などの所領を与えられており、この後政村は泰時に従順な一族として大活躍することになります。また遺産配分が行われた日には三浦吉村の屋敷が原因不明の火事で焼失しており、放火かは不明であるものの、吉村は相当圧力を感じたのか、この後数年にわたっておとなしくなります。そして、翌月の10月1日に、泰時は吉村をはじめ、小山朝政ら宿老を呼び寄せ、宴会を開きました。この宴会では、泰時から吉村へ贈り物も贈られており、まさに伊賀氏の変の終結を表していると言えます。こうして、義時の死、伊賀氏の変という危機を乗り切った泰時は、北条時房との北条氏の主導権争いという新たな戦いへ突き進んでいくこととなるのです。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。今回の歴ショックはいかがだったでしょうか。
参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録画面に移ります。歴ショックでは、メンバーシップ限定動画も配信しています。概要欄に詳細が記載されているので、よかったらチェックしてみてくださいね。